7月28日スーパーライジン3で行われますアンダーカード、はい、斉藤豊 VS 久保優太の一戦について伺います。はい、まずこのマッチメイク聞かれて前田さんどういうふうにお感じになりましたでしょうか。まあちょっと早いですね。ああ、それは久保さんにとってそうですね。もう早いですね。そ、うん、うかな、はい、まあちょっと早いな、うん、下手したらもう手も足も出なくなるんじゃないかね、うん、試合の展開斉藤さんは相当自信がおありのように伺えました。はい、どうなんかな大気で、あとは接近戦で、はい、なんか相手のガードにこうやってパンチと見せかけて手をねじ込んでどっちかの手をブロックして動けなくしておいて、はい、殴ったりだとか、あ、投げたりだとか、はい、そういうことに気がついたんだったら、はい、面白いかもわかんないですね。なるほど、はい、うん、あのフィリピンのボクサーがね、はい、結構面白いじゃないですか、はい、でねフィリピンにはなんかね、はい、だから俺パッキャオはなんであんなすごいんかなって思って、はい、でなんかねやっぱり試合中見るとなんかちょこっとした動きであれこれなんでこういうことするんだろうっていう場面が結構あるんですよ、はい、なんていうかね、で相手もあんま気にしないんだけど、はい、なんかこうやってパッとジャブ打つと見せかけてこうやってこうじゃんジャブ、はい、こういう感じで言ってあーパーンと相手にガード弾いてボンってやるところね、はい、なんかねそういう細かいね、はい、ダーティー技術がいっぱいあるんですよね、パッキョも、はい、あるんですよね、うん、でなんフィリピンであだ結構大丈夫かしら、あ昔はフィリピン人でなんかフィリピン人でもベネズエラ中南米人でもなんか接近戦の連打にごまかし肘打つだとか、はい、そういう話がなんか明日のジョーとかもあったなみたいな、あやれカーロス・リビラとかそういう時に、はい、あボクシングそういうダーティーテクニックってあるんだなって、はい、ダーティーボクシングってで引いたらなんか出てくるかなと思ってダーティーボクシングってバームズで引いたら、はい、フィリピン人で、ダーティボクシングってそういうビデオ出したやついいんですよね。あで見たら、あなるほどな、あだからこあいやパッキャオってこれか、うん、あれかっていうのもいっぱいあったんですよね。なるほど、面白いですね、うん、だからでもそれそっからまあボクシングのレフリーが見てギリギリ、はい、まあ止める人はこうやって注意するし止めない人はまあいいかこれぐらいはってやる人もいるしってギリギリのラインなんですよね、はい、でそこからもう一歩足を踏み込んでもっとやるっていうとなんかこうやってよくカンフーとか空手の踏み方になるようなこうやってパーンと落として握り込んで下げてバチンと握り込んで引きこうやって引き手で引きながら打つだとか、はい、引きながら肘打つだとか、ええ、なんかねそういうちょっと変わったのがいっぱいあるんですよね、うん、なんていうかね、うん、だから久保君の立場で言うとすれば、はい、そういうことに気がついたんだったら、はい、ちょっと面白いですね。なるほど、はい、うん、面白いですよね、うん、気がついたんだったら、はい、なんていうかね手をコントロールされると、はい、なんかこうやってタックルに行くことがってそういうのできなくなっちゃうんで、なるほど、だから手をコントロールしたらもうしようとしたらもうそのコントロールされそうな手を脇を刺して組んで投げに行くとかもうそういうのしかないんですよね、うん、だからとっさにその対応が斉藤君の方にできるんかっていうのもあるし、はい、まあ、最初パッと、まあ、最初の展開でそういうのがあったら面食らうでしょうね、うん、面食らうけど、まあ、まあ斉藤あたりだったら、対応できるんかなっていうのもあるし、うん、そうですね。久保さんはまあデビュー戦の太田戦ではまあ不覚を取ってしまったわけですが、その後まあややマッチメイクに恵まれない面もあったと思いますけども、ここのところやっぱ4連勝ということで、前田さんがおっしゃるそのキックボクシング出身であるトータルファイターとしての意識、戦い方みたいなこともだいぶ分かってきて、まあちょっと上から目線で失礼ですけど、はい、だそのさっき言ったあのなんていうかね、はい、ブレイクダウンでちょっとそういう打撃に気がついたやつがいるなって思ったんが、はい、思ったうち言い方の一番
象徴的なやつはあのあいつですよ、今あのチャンピオンやってるあの千尋、鈴木千尋さん、千尋、はい、うん、そう千尋がやってることをもっと極端にやってるんですよね。あ、はい、極端に、うん、やってるんですよね。なるほど。ボクシングで面白いのは、はい、なんかだってボクシングでカウンターってよく言うんですけど、はい、あと剣がいいだとか、とか言うんですけど、はい、違うんですよね、うん、なんだよね。もちろんある程度あれって考えないとダメなんだけど、はい、相手のリズムを読む、うん、でこうやって同時に出して相手のパンチは当たらなくて自分のパンチ当たるっていうのが簡単じゃないですか、はい、同時に出して、はい、で相手同時に打った時は相手があこいつの相手の頭がここにあるんだなって分かって打つんですよ、はい、そうするとこっちも打ってるんですよね、うん、でも相手のパンチを取る頃にはそこには頭がないんですよ。あで極端に打ってるとね、避けながら打ってるんですよ。あ避けながら、はい、で最初 相手に狙わせる時は誘ってるんですよね、はい、あだから避けながら打つ、うん、もう単純に言うと、うん、であと相手の、まあ、試合前に相手のどういうリズムでどういうコンビネーションを打ってるかっていうのをよく研究しておいて、そのリズムに合わせて、はい、なんていうかね、よく素人の喧嘩でありがちな話があってね、はい、別にブレーキダウンをそう目指したと思うんですけど、ボクシングやってます、空手やってますって言って、うん、マジで喧嘩しました、はい、でやったらね、なぜか習ってる方がやられちゃうんですよ。あそれもカウンターで、あーカウンターでやられちゃう、はい、でブレーキダウンみたいにあんな接近戦になって、はい、でちゃんと習ってる方はね、ちゃんと習ってるから頭が微動だにしてそのまま、はい、でできるんですよね、はい、習ってないやつはバーンバーン、だから打ってきた瞬間に素人同士でありがちな話っていうのでパンチ出して同じタイミングでパンチ出しちゃうんですよ、でもなぜか素人の方は当てられない、はい、ちゃんと習ってる方は、頭が止まってると当てられちゃう。なるほど。それは起点なんですよね、はい、あのカウンター考えるときの起点なんですよね、うんうん、辰吉丈一郎の左のガードが下がるってよく批判されていたんですけど、それは素人の喧嘩時代に相手の蹴りを払うために下がってたのをプロになっても変えなかったっ。あそうなの、はい、話をちょっと思い出しました。なるほど、うん、対するこれ斉藤豊さんの方ですけども、まあこれやっぱりあのキックボクシング出身である久保さんに対してやっぱり自分は総合ずっと極めてきたっていう自信があるみたいで、まあ、1秒でも早く終わらせたいっていうふうにおっしゃっていて、久保さんの成長は認めながらも自信は隠さない感じだったんですが、そこの心理っていうのはどういうふうに。だからもうなんか、サークリングしながら、はい、あなんかあの横からと取り付いて、はい、もうパンチの前にさせない、はい、連打できないのに横に取り付いて、はい、やらせる、うん、やって封じ込めようと思ってるでしょうね多分ね、はい、うん、久保さんの成長ぶりっていうのはどうですか。総合転向した時に前田さんが予想されていたものと比べてみてどんな感じなんでしょうか。やっぱり柴田とやってなんか傷ついちゃっておたおたしましたね。そうですよね、はい、うん、だから彼らは冷静にいろんなことを分析して、こうやったらいいんじゃないか、ああやったらいいんじゃないかっていう頭の良さがちょっと空回りしましたね、はい、うん、なるほど、はい、会見では、久保さんは、まあ、現時点では斉藤さんとの間にやっぱ差があるということは認めてらっしゃいました、うん、ただここから2ヶ月あるんで、その間にやっぱり攻略できるように持っていきたいということもおっしゃっていて、うん、まあ、久保君もある種の天才なんで。そうですね。だからちょっと久保優太が何に気がついたかっていうのをちょっと注目してみたいですね。そうですね。だからそれに対して、まあ、斉藤君が、まあ、百戦錬磨の、はい、なんかこう実戦の中で鍛えていた感覚だとか勘だとか戦略だとか、そういうものでどういうふうに対処するんかな、それに対してっていうことですよね、はい、だから新参者のキックのチャンピオンが考えるぐらいのことは俺らもっとくに分かってんだよっていうところを見せてもらえたんですね、逆に言うとね。なるほど、はい、そうですね、うん、両者のサイドからどういうふうにこの試合が見えるかっていうところを前田さんのお話でさらにクリアになったと思います、はい、はい、楽しみに待ちたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。